日本東京都渋谷区大観山町大観山町は東京都渋谷区の町名。町名の設定はない単独町名である。郵便番号は150-0034。渋谷区南西部に位置する。北で渋谷、東から南にかけて恵比寿西、西で猿楽町と隣接する。住宅地のほか、ブティック、洋菓子店、レストラン、カフェなどの商業施設も多く見られる。 東急東横線の大観山駅があり、大観山駅北側には1996年まで全部で36棟の同順回、大観山アパートメントがあった。これらは再開発によって取り壊され、2000年に複合施設、大観山アドレスとして開業したが、同施設にあるタワーマンション、大観山アドレスザタワーは、付近唯一の超高層建築としてランドマークとなっている。 このエリアが現在のような商社な雰囲気の街並みへと変貌し始めたのは1980年代後半より起こったバブル景気の末期からでそれ以前は独特のややひなびた街並みであったがビーイング創業者である長戸博之が多数の不動産を所有しそこへ新進気鋭デザイナーに次々と新ブランドを出展させおしゃれな街を演出して行った結果 大貫山の地下資産と知名度を上げたと言われている。同巡回大貫山アパート跡地の開発が終了した2000年以降は原宿、表参道エリアに次ぐ、高感度なファッションタウンとして広く認知され、その地位を不動のものにした。猿楽町、旧山手通り、大貫山津田屋書店 T サイト手の葉大貫山、ログロード大貫山大貫山駅周辺が、ファッションの街として、 買い物客や行楽、観光客に知名度が高まったこともあり、一般的には、大館山町の町域を含めて、駅周辺から八幡通り、旧山手通りにかけての地域全体、渋谷川と目黒川に挟まれた一帯が、大館山として認識されたり、店舗名などとして自称されたりしている。例えば東急が再開発を進める、東横線の地下川土地は、行政区分では、 渋谷区東一丁目だが、渋谷大館山あるプロジェクトと呼称している。渋谷区では、東の一部、恵比寿西一点二丁目、恵比寿南三丁目、猿楽町、八山町、南平大町、桜川岡町、宇ぐいすだ町と目黒区大橋一丁目、青葉台一点二三丁目、上目黒一丁目、中目黒一丁目までという渋谷駅、中目黒駅、恵比寿駅、 池尻大橋駅を結んだ線の概ね内側すべてを大観山エリアとした場合、地域の居住人口は約2万5000人となる。繁昇地名としての大観山は住みたい街のアンケートなどでも、しばしば上位にランクインする人気地域となっている。大観山の大部分は、完成な住宅街であり、マンション、オフィスビル、飲食店、ブティックなども目立つ。 旧山手通りと駒沢通りの交差点付近は、槍が先と呼ばれ、交差点名にもなっている。江戸時代に称名として、大館山という地名が登場している。大館の屋敷があったからという説や、大館が管理する山林があったからとする説があるが、由来を示す資料は残っていない。関東大震災後の住宅欠乏を緩和するために、同巡会が発足し、大館山アパートが建った。 昭和初期は、あたり一面雑木林で、闇夜に、フクロウが鳴くような、寂しくひなびた地域であった。1970年に住居表示が実施され、本能やわたを由来とする、八万通が、大観山町、猿楽町に分合されている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、大観山駅正面口。ありがとうございます。